シャティバ、トン、または、ハティバは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ。公式名は、バレンシア語名のシャーティバ。フカる川の支流であるアルバイダ川の右岸にある。シャティバの町は、肥沃な平原の上に築かれており、穀物、果物、ワイン、オリーブオイル、米の生産が盛んである。道路交通としては、アルヘシラスからバルセロナまでスペインの地中海岸を、 通る A-7 号線がシャティバを通っている。自治体内には鉄道駅としてシャティバ駅がある。バレンシア都市圏では近郊鉄道のセルカニアス・バレンシアが運行されており、C-2 線はモヘンテ、モイシェントからシャティバを通ってバレンシア中心部に至る。シャティバ駅は地中海回廊線の一部となっている。バレンシアとムルシアを結ぶ路線。 バレンシアとアルバセテを結ぶ路線がシャティバ駅で分岐している。シャティバの直居ローマ時代のシャティバにはカトリック教会の司教が管轄する地域となった。8世紀以降にはイスラーム教徒の下で繁栄を謳歌した。12世紀にはイスラーム教徒によってシャティバに紙の生産技術がもたらされヨーロッパにおける初期の紙生産の中心地でもあった。12世紀のシャティバは学校、 教育、学習サークルの存在で知られていた。シャティバを描いた、同伴が1242年には、キリスト教徒のアラゴンをハイメ一世がこの地域を再征服した。イスラームの学者、あるシャティビの姓はこの町の名称に由来し、彼はここに生きて、ここで死んだ。15世紀から16世紀にかけてのボルジア家の人物の多くがシャティバに生まれている。 第209代ローマ教皇カリストゥス3世と第214代ローマ教皇アレクサンデル6世はそれぞれシャティバ生まれのボルジア家の一員である。17世紀に活躍したバロック画家、ホセデリベーラもシャティバ出身である。1822年から1833年まで存在したシャティバ県18世紀初頭のスペイン、継承戦争中には 1707年4月25日のアルマンサの戦いで、スペイン・フランス連合軍が勝利した後、5月8日から6月6日には、フェリペ5世のもとで9000人から1万1000人のスペイン・フランス連合軍がシャティバ包囲を行い、フェリペ5世はシャティバを焼き尽くして、町の名称をサンフェリッペに解消するように命じた。この屈辱の歴史からシャティバにある、 ラルモディ博物館では、フェリペ5世の肖像画が上下逆さまに展示されている。1748年の地震では大きな被害を受け、サンタテクラ教会が崩壊したほか、シャティバ城は事実上放棄された。1776年には、マドリードとバレンシアを結ぶ振動の建設が始まり、この振動はシャティバの郊外を通過した。 1787年には人口が12,655人に上るまでスペイン継承戦争の影響から立ち直っている。スペイン立憲革命下の1822年にスペイン領土の行政区分が行われた際、シャティバはシャティバ県の県都と,となった。今日のバレンシア州域にはバレンシア県、カステリョン県、アリカンテ県、シャティバ県の4県が置かれている。 1823年には絶対君主制が復活し、1833年に現在の50県の元となる1833年スペイン地方行政区分再編が行われた。この行政区分でシャティバ県は2つに分割されてバレンシア県とアリカンテ県に統合され、シャティバはバレンシア県の一部となった。1930年代後半のスペイン内戦では、 共和派に忠実だった。1939年2月12日には、イタリア空軍によって、主に鉄道駅が爆撃を受け、混雑するプラットフォームにいた女性や子供など、129人が死亡して200人以上が負傷した。1940年代から1960年代には、経済が失速し、自治体の人口自体はゆっくりと増加していたものの、農村部では、 人口の流出が起こった。シャティバ上コレヒアタ教会シャティバのパノラマ写真、ビセンテボイシュの著書、シャーティバの表紙。ありがとうございます。